どうも皆さん、おはこんばんにちは。おとじゃっす。アリジャでーす。ついてございます。もうアリジャね、鳥の頭じゃないからダメだね。はい、行きまーす。ボーダーランズ3。最後まで鳥なのか。鳥の頭ですからね。あボスっぽい感じの。あら、早いね、ロードが。なんだ。あー、ジャイアントボルト。ジャイアントボルト。グレートボルト。グレートボルトです。発掘現場。すげえ。なんだなんだ、すごいぞすごい。エリジウムか、あれエリジウムの塊か。なんだ、トロイはどこからあんな力を。そうよね。仮説はあるけど、あなたはきっと気に入らないわ。あ、そう。タイリン、姉から力を奪ってエリピスのチャージを続けてるんだ。ボルトハンター、トロイを倒して、それしか方法はない。だよね、トロイいるはずだ。倒せトロイ。へえ、なんかいいモッド売ってないですか？ないですね。ないですよ。え、いいグレネード売ってますか？ないです。激化あのか？マネーが1個しかねえな。マネー誘導だ。マネー誘導。しかもラージだね。爆発半径が増えてる。そうだね。ビッグスペンダー。ラッカー。これいいな。行くぜ。あー、そういうことやってるね。行くね、あなた。トゥン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 。おお。ずっとこの時を待ってたよ。トロイ。すげえ。来るぞ。なんかずっと引っ張られてる。あれだよ、フェーズロックが。ああ。行って。バックじゃないの。トロイからやる。トロイから。あいたい。あいた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 。ゲームが違うよこれ。あいたいたいた。弾幕来るぞ弾幕。あ、落ちちゃう。よっしゃよっしゃ、追尾が入ってるぜ。いやー、セイレンパワーマックスだな。なんだ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 。周りやばいぞ。なんだなんだなんだ。あいた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 。ちょっと待って。あいたあいたいた。なんじゃこりゃ。やべえ、超強い。ああ、俺のか。おら。あ、でもこの間抜ければ。痛い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 。あ、やばいかも俺。見て見て。くれくれ。ああ、無敵無敵。避けろ避けろ避けろ。おお。どうすんだこれ。無敵状態だから今のうちにタイリーンを攻撃するわけじゃない。そうですね。頑張ってよ。視聴者もどんどん増えてる。あれ、もしかして？もしかして？よし、取れたぞ。無敵取れた。うわ、やっぱ。パターン変わる。何それ？戻ってった。パワーもらってんの。吸収しつくつもりだ。あら、タイリーンが。やばいんじゃない？やばいじゃん、裏切るかこれ。おーおーおお、ザコが出てる。ザコか。ザコぶっ飛ばせ、ザコぶっ飛ばせ。はいはいはい。玉補充。玉補充。トロイにはダメージ入りません。なんだこれ、周りのやつ壊さないといけないのか。あ、周りのやつ壊して。あ、いったー。そういうこと、そういうこと、いったー。全然もう少しじゃないけど。全然な。そういう風に言って実はこう全部吸い取る気満々なんじゃねえか。その可能性ある。ほら、グレネードくれ。神なんだよ。お前は弱いけどな。飛び上がれ。あー、やめて。いやー、弾幕よいしょ。いてぇ。そこじゃニス。おい、避けられちゃった。うわ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 。おいでいで、おいでいで、入ってる入ってる。あ、いいねいいね、入ってる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 。いてー。お前はもう終わってる。はい。なんてね。もうよけろよけろ。痛い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 。全然痛くない。こいつやめて。何が効くんだかな。羨ましいだろ。
その金の量。くらえ、グレネードだ。あー無敵。いい、ね、広い広い。あ、あ、あ、もしかして やりよった。死ぬのよ、タイネ。さあ周り壊して、周り壊して、周りのビーム出てんの壊して。オッケー、壊した。あら、そろそろ、そろそろなんじゃない。なんか落ちてるじゃない。なんか何の、なんか飛んできた。なんか普通にアイテム落ちてる。トロイダメージ入るぜ。誰いったれ。ほい、ほい、ほい。全く持ってよ。逆にお前半分ぐらい減ってるけど。そうだね。止まれこの野郎。グレネード投げろ、グレネード投げろ、グレネード、グレネード何出てる。お金出てる、本当に出てるよ、出てる出てる、溜まってるもん。パワーアップ。真ん中、はい、ドン、ツール、あ、まあ、しゃがむ。ずっとグレネード投げてるもん俺。素晴らしい。しゃがむ。俺もグレネード投げてる。グレネード投げろ。あー無敵。あ、いや溶けたぞ。タイリンがそろそろ、もうちょっとでしょ。やべえ、よし溶けたぞ。弱え。そんなになんだ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 、おい、そんなこと言うから。あ、怒ったな。エルピスのチャージは完了だ。チャージしたらしいよ。やばいね。来るぞ、周り壊す。いや、ないな、なんだ、どっから、どっから出してんだこれ。これはやばいね、周り敵飛んできてる。わわわわわ、避ける、避けるやつ、避けるやつ、避け、あ、避けれたわ。君の力はそんなものか。死んじゃうって言ってる。まただ、またでっかいの来るぞ。来るぞ。どこに。あー、危ない。ビーム、素晴らしい。ほら、永遠にグレネード投げられるわ、これ。そうだよ。くらえ。早い早い、弾が速くなってる。早いね。じゃあ、もうちょいもうちょい。こんなやろ、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 こんなやろ。いいね、アニジャのデコイに釣られてるぞ、あれ。そうなんですよ。デジクローにめっちゃ釣られてる。いいぞ。はいはいはい、もうちょい、はいはい、えぇー、あれ、どうしたの。痛いね。いや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 、少しだったのに。割とそんなあっさりいくことある。嘘嘘、なわけあるかい。死んだふり。主に姉の方がじゃね。あ、これ吸収されされるやつでしょ、これ。可能性は。あ、違う、元…あ、マヤの力がエヴァに行ったんだ。宿ったな、これ。おお、これをもう勝利宣言していいのでは。これで私は全てだよ、あいつらみたいな、そういうこと。エヴァが何、真の敵になっちゃうのダメでしょ。バカどもがーっつって。いや、タイリーンがまだやっ…そう、タイリーンが怪しいけど。トロイなんかが持つべき力じゃなかったのよ。正しい持ち主の手に渡ったよ。早くリリスは早く返してもらえ。そんな喋ったら場合じゃないって。でもリリスの力は。いいの、これでいい、うん、え、いいの。見て、いいの。よくないだろ。綺麗ね、うん、恐ろしいけどそれでも美しいわ。そう、悪い、本当にこれで鍵。エヴァ、受け取って。おお、開くんじゃね。おお。ね、どこに行きたい。お、まあそうなるよね。うん、どうなるの。
やばいことになるんじゃない。一体何？あ、タイリン。よくやったね、トロイ。あれ？さあ、一緒に終わらせよう。さよなら。元の姿に。感じる？地の底で神が目を覚まそうとしてる。たった今鎖が解かれた。もうすぐデストロイヤーが解放される。そいつの力を吸ったら空に残る星は私だけ。バイバイ。やば、俺の技じゃん。ほほう。あー、おお、やられた。いや、俺やられちゃう。みんなそういうこと言うけどさ、実質ゲームオーバーだよ。あら、あら。ああ、消えた。からの？お？ん？やめてやめて、ボーダーランズ3。終わり？いやー、なわけあるかよ、まあ、こっから。なわけあるかよ。終わると思ったってやつだろ、これ。あー、ちょっと待って、待って、待って、やめろ、やめろ、やめろ。ビービーコンティニュー。嘘だー。本気で？ 3、2、1、Here we go! フェーズ6。4に続くわけねえだろってね。発動。いやー、マヤの力さすがです。ええ。もう使いこなした。うまくいった。飲み込みが早いね。うまいよ。何が起きてんの？グレートボルトが開く。パンドラ。グレートボルトはパンドラだったんだ。パンドラの箱。タイフォンデレオン。あ、タイフォンだ。まだ、ちょっと待って、なんで俺死んだことになってんの？俺なんで戻ってんの？なんで俺死んだことにされたの今？わかんない。なんでなんで？俺も元に戻ってた。まあ後で。ふざけんなー。なんで死んだことになった俺？俺もだよ。音じゃだけ残ってた。何なんだろうね、普通落ちたとかそういう判定になったのかな。最低だよ。お前6000円も失った。金を失うのが一番痛いから。手に入れてくれてありがとう。こちらアマーラ、どうぞ。グレッドボルト、エコー端末調べる。どうやってこの、いや、それはいい。こちらタイフォンドレオン。あの空を突き抜けてる光が見えるか。かっこいいだろう。あれ、グレートボルトが開こうとしてる証だ。で、開いたらパンドラは一巻の終わり。それが嫌ならネクロタフェアに来い、今すぐだ。お、タイフォンデレオンに会える。お、はい、タイフォン。うん、タイフォンデレオン。力戻ってなかったとは、まあ、あれだよね、タイリーンはまだ生きてたってことだよね。リリスの伝説の惑星を探す。惑星ネクロタフェオ、マヤがよく話してくれてた。一体どういうこと？パンドラがグレートボルトなんだ。タイリンは中にいる惑星サイズのモンスターを吸うつもりよ。やべえな。まだ生きてたんだ。続きはやっとくってそういう意味だったのか。ボルトのこと忘れてないかしら。ボルトハンター、中に何があるか確かめてきて。そうだった。今手に入るものは何でも利用しなければ。なんかすげえの手に入るんじゃない？レッツゴー。はい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 。何も言わずに。
これはグレートボルトではない。いきなり後ろ側からかよ。どういうことだよ。パンドラの鍵をずっと持っていたわ。このボルトを略奪しようと。あいつ精霊なんじゃないか、本当に。カジオタンド。俺ら操られてんじゃん。知識かもしれない。しかも二人。信じられない。その装置はエイリディアン語を翻訳できるみたい。きちんってことした。研究者が何十年かけても成し得なかったことよ。チキン、研究者というのは私のこと。装置についてもっと調べてきた。戻ってきてボルトハンター。あ、微妙。あ、微妙だからあげる。はい。何が？ダールサマシンガー。ダール、みんな私を外科医と言ってくれる。近接攻撃ダメージ 40% プラス。ほう。どうぞ。戻ってタネスに話しかけんの？かな？なんかでもそっちに矢印あるのはなんでだ？仲間だんのかな？いや、もう拾ったね。あ、なんかないの？なんかないね。ほい、帰ろ。出た瞬間、金銀財宝みたいな期待してんだよ。よいしょ。いや、でもレジェンダリー入ってたじゃん。よくやったわ。サンクチュアリに戻ったら真っ先に私のラボに来て、そのアナライザーは今解いているパズルの足りないピースかもしれない。サンクチュアリに戻るよ。ネクロタフィオを探そう。すべての始まりになったボルトハンターに会うんだね。デデーン、レイヤー。頭だ。何の頭だろうね。誰だ。インザネティ。マッドモズ。サイレーンセイレーンじゃない、サイレーン。誰かの頭、はい。誰かの頭言うな。はい。あとこれも持ってるから、はい、どうぞ。なんちゃこれ。3番目の武器、はい。あ、どんどん速くなる。さあ。ラスト近いんでしょ？ちょっと一回、もう一回開けようかな。行こう。今でしょ。もう一回開けようか。でももうちょっとで34になっちゃうからな。そうなんだよ。ってから開けた方がいい。いやー、まだ行かない。これが行く前に終わる。はというか、ラボの石板も再起動したようね。調査してきて。なんで君たちは鍵を持ってないんだ。持ってないじゃねえだろ。なんかでもな。最後のメッセージが残されてる。ツイッターフォローしてけ。あ、そうか。どっちみち俺が最初じゃないと。早く。すまないね。すまない。何？何だったの？なーにこれ。フラッガー、ザワ、フラッグザワールド、爆風210ダメージ。ザワールド。爆風。210ダメージ。すげえな。爆風。来た。これだ。大丈夫。人は食わないから。あれ、どこ行った？俺は本当に拾ったのかな？おいおい。どれだ？これか。おお。わあ、いって。最後やんけ。お前それ使え。これ超強い。ちょ、危ない危ない危ない。これ危ない危ない。撃った瞬間そこら辺が爆発するんだよこれ。やめなさい本当に。これ強すぎ。やばいなそれ。それはやべえな。これは強いね確かに。すごいね。ガトリンデッドアイリピーター近接ダメージャー。下見に行かないとな。下。よし。つゆさんありがとう。これは本当に今の俺のビルドに。もうここのチャレンジモード余裕なんじゃないか。ただ撃ってるだけでいいだろう。ダメだ。撃って当たってるという判定になってね。ダメだ。よいしょ。さあ、なんかいいの撃ってないの。330まであるけど、待って、全体的に値段が上がりすぎじゃない？そう。どうなってる？
エイリアン、ごめん、銃が撃ってるぜ。アクションスキル、アイアンベア、お、クールダウンのやつが505で撃ってる。クールダウン。アイアンベア終了後にキルを獲得すると、505なんてあるわけないだろう。あるよ、377しかないわ。フェーズグラスプ中はアマーラが850のノバ、ノバいらない。あーっとね、764で764とかどうやって貯めとくのよ。最も見ねえ武器じゃんこれ。チルドレンオブボルトの武器なんだけど、リロード速度が 23% 上昇するとか。だって壊れるまでリロードしねえじゃん。そいつはボルトしか売らねえ。お前以外の。ほんとだ。あー、なんだ、オペレティブ売ってねえじゃん。これはすごいぞ。すげえ爆発してる、なんか。で、俺爆風ダメージ上がってるから、これで。それで火力出す気だ。これで出せる。で、さらにモッドで上げられるものがあれば、上げれば。タコのやつだね。アームディールが上げられれば、さらに威力が上がる。アームディール。アームディールは確か、モッド一応、ちょっとあったかな。あなたがボルトで見つけたアナライザーと関係があると睨んでるの？使ったらどうなるか試してみて。アトラス社製。誰かに聞かれたら死体から奪ったと。これどこ？あー違うか。ちょっと自分の部屋に行って。本当に最高だぜ、こんなの。今もう全然出てこないよ。イエス。アニジャのモッドばっかり出てるような気がするけど。モッドもね、さらなる上みたいなのはないからね。よし、来たぞ。そっから先はもうエピックモッドでしょ、うん。ちゃんと俺が残しておいたモッドの中に爆発が上がるアームディールプラス2のやつがあるからね、これで。あ、そうなんだ。そう、ちゃんと取っといて。じゃあこのクラス持ったら違う。音じゃ飲んだけど。アームディールじゃなかったらいい。アームディールじゃない。じゃあいい。じゃああげない。何が。じゃあない。これで、爆風ダメージがプラス 28% 乗ってるからな、さらに。爆風ダメージ。最高だぜ。自分の爆に入ると死ぬからな。死なせないよ。死なせないよって。このやつが行くよ。死なせないよっつって。撃って前に入るだけで。あ、違う、ここら辺。あー、どうなってんの？どうなってんの？痛い。前がこうか、こういうところじゃダメだ。行って。スティッキーってこと？いや、なんかね、飛び出し見えないの、弾は。あー、なるほどね。そう、要は本当はあれだよね、対空砲で空中で炸裂するようになってるのを撃ってるってことだよね、これ。ババババ、それ使い終わったらちょうだい。返して、はい、使い終わったら返して。はい、どうぞ。あの、2周目とかで使う。どうも。じゃあ行きまーす。おーい。石板をね、分析できるようになったらしいから。あ、これであれかな、各所の、うん、読めるようになるらしいよ。なるほど。だとしたら、こっからまた、あれなのかね。今から何億年かの後にこの言葉を聞くものよ。ナイリアドってやつ。私は過去の出来事に苛まれながらも、そのことをこうして書き記さずにはおれない。私の残した言葉を探し、私の見た真実を、記憶に留めてほしい。我こそはデストロイヤーを鎖に絡め、エリリアンの息の根を止めた者。私の名はナイリアド。解析主義者ってことさ。どう？クリムゾンレイダース、ブリッジへ。エリリアン、アナライザー。発見した。守るのが読めるようになった。あはん。伝説のエリリアンの試練の場の代表を知ることができる。裏ボス的なやつ。なるほど。そう、青い武器が入ってる。
なんだなんだなんだ。これスライディング速くなったの。ええー。爆速ですよ。爆速スライディングやろ。ネクロタフェよ。雪だるまが出てくる。おとぎ話だと思ってた。私もよ。タイフォンデレオンは何十年も前にエリディアンの母性を探して行方不明になった。どうやら発見してたみたいね。タイリーンはもうすぐデストロイヤーが解放されるって言ってた。そうなればパンドラは内側から引き裂かれる。タイフォンデレオンがあいつを止める方法を知ってるなら内側から引き裂かれるのやばいな。こんなことを言う時が来るなんてね。ボルトハンター、ネクロタフィオに進路を取って。ネクロタフィオ取りました。はい、レッツゴー。どういう、あー気持ち悪い気持ち悪い、あー気持ち悪い。ウォー楽しみだな。超やばくない？超やば。黒タフェよ。これがエリディアンの母性などね。割れちゃってんじゃん。ね。しかもなんかデススターみたいになってちゃった。そんな。ドロップポットはいつでも行けるわ。気をつけて。よーし、行くぜ。ほんま、クワチ散っちゃってんじゃん。トロイをぶっ潰して、マヤの敵は取れたけど、まだ終わりじゃないわ。何そのなんか雪玉が出んじゃん、俺で。しかもスライディングがめっちゃ速い。まだいる、ケビン。もう遅い。ケビンで金稼ごうとするな。いや、ケビンでダメージをチェックしようかなと思って。ケビン、そういう存在だった、うん、めっちゃブルブルしてるわ。ネクロタフェよ。うわ、なにここ。気持ち悪い。おお、なるほどね。もう周りの人たちの画面は動いてるわけだ、これ。そりゃそうよ。そうですね。俺もう気持ち悪い、目の前の植物じっと見てる画面になってるわ、これ。ボルトハンター？おお！俺だから惑星ナメックは。ナメックじゃねえ。圧倒されてしまいそう。パンドラ自体がボルトだと判明したと思ったら。なにこれ、どうやって起こすの？おうち。ダメだ。あ、痛い痛い。あ、でも殴ってる。殴れ、開くのかい。開くの。わぁ、すげぇ。なんかありそうじゃね。リリス、やられてる。マリワンがいる。死体だけど。マリワンが。気をつけて、ボルトハンター。うっ。強いね、これは。もっとかかってきな。なんでマリワがいるんだろう。はい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 。小銭を稼ぐ。マリワのシールドが。あれない。ハンターなら小銭ハンター。右らしいや。本当こっから行けそうだけど。はい。お前はな。いやいやいや、普通に乗り越えられた。すごいボックスだね、開き方が。やばそう。この生物はマリワンの野営地建設に反対ってことか。気をつけて、ボルトハンター。なかなかよ、なかなか。そう、なかなか。待ちなさい、少し。何よ。よし。敵じゃないね、おつじさん。いやー、敵じゃないっす。俺はもうマネワンなんだよ、お前。マネ第一。マネ第一。大事大事、取ってくれよ、こっちにも入るから。力を感じる。結果的に。もはや狙うことをやめたな。あ、バイポットってそういう感じなの。そういう感じです。足が遅くなるのね。その代わりに反動なくなる。なくなる。すーよ。弾けとんだぞ、あの体力。どういうこと？もう爆風マシーン。たまんね。どういうことかっていうと、もうあいつだけ撃ってればいい。あいつだけ撃ってればいい、うん、なんだこれ。電流の流れを。あ、でもあそこにショップがあるよ、ショップが。電力の流れを変える。邪魔だなこれ。いけ。最高。伝説のネクロタフィオに上陸。412。もう確かあるんだよ。どうだよ。マーカスとドクターがゼトのところがどこでもある。たくさん撃ってまだ買ってください。
マネー紫売ってんじゃん。でも290だな。グレネードの中では強い。シールド2700まである。ほんとだ。でもリチャージディレイがちょっとマイナス25%か。しかもライフの最大値下がる。でも上がるんだ。じゃあ買う。買うんだ。荷物を軽くしてやろう。私はタイフォンデレオンがきっかけでエリディアンの研究を始めたの。宇宙を救う方法を知る人間がいるとしたら彼よ。デストロイヤーがパンドラの中に封印されてることを知ってた。狙いはそれよ。もしタイリンがデストロイヤーの力を吸収したら、あ、もうねえかな。人は食べ物で変わるって言うでしょ。あ、なんかいるな、この先。いけない。はい、ネームだ。はい、ブラインディング。あ、もう倒しちゃった。もう倒しちゃったわ。嘘でしょ。今一撃でした。一撃だったよ。本当に、うん、フル HP だったのにあいつ。もはや先があるっぽいけど。おい、ズイチ君、君はなんて素晴らしい武器を出してくれたんだ。後で返してくれ。すごい、なんか出る。青355、どうぞ。邪魔をするでない。砕け散れ、ダトンボが。消え方。嘘でしょ。いや、ほんと出してしまいましたな。衝撃的な威力だったわ。まあ、しかもあれじゃ、でも爆発特化にしてるんでしょ。そうよ、もちろん爆発特化だからこその威力よ、これ。最もさらに積んだし、俺は。よりなおつさん、はい、撃って。さあ、行くぞ。次の場所に列の5。もうこんなとこには用はない。なんかキューブが回ってる。そうなんですね。なんじゃあれや。って言いながらこっち、マップマップ、あーやー、その間、その隙間。じゃあ降りていくしかねえのか。イエス。おー、敵出てこいよ、敵。新しいパーツゲットしたよ。ナイス。なんか氷色か、あれ。そこ開くね。ボルトハンター、こっちから行けないからそっちだね。お会いできて光栄ですよ。タイフォンデレオン様がお待ちです。おー、なんだ。おーおー、羊か何か。ああ、強そうな敵が行った時だけ呼んで俺を。もうその辺全部強そうだ、全部やった。ははっ、来るねー。お金、お金。なんか、そ、結構レベル低めね。そうだね。どうしたんだろうね。まあ、順当にいけば大体これぐらいのレベルなんでしょ、本来ね。いや、うわっつってたよ。伝説の獣たちなんだね、一応ね。へぇ、ロックされてる。
洞窟に入らなきゃいけない。またこう。お、洞窟？こっちみたいですね。ここだ。よし、覚えとく。そっちなのかい？こっちから、ちょっとそこら辺で待ってた方がいいと思う。違う。なんだなんだ、すごいコントローラー揺れるんだ。よし。あ、近づいたらいけたわ、こっち。大本でレオンさんの執事長です。他のロボットはあらゆる意味で私より格下ですので、私が主より皆さんの出迎えを命じられました。格下で、ようこそ。慣れてねえな、お前。これから楽しくなりそうだってのに。本当だぜ。ひょん。ならマーカス、あ、いいじゃんこれ。ロングボーレインラージュ。何これ俺の雪玉。スライドに発火コード、ファイヤーダメージ。すごいね。半径がでかいか、ロングボーレイン。よう、ボルトハンター。俺はスパロー。あんたの案内をタイフォンに頼まれてんだ。スパロー、なんでお前が。めっちゃいるな。聞きとおっしゃった。お前は引っ込んでろ。引っ込むな、そっち。じゃあ案内するぜ。ここだけの話、インテリアは全部俺の趣味なんだぜ。いいだろ、毒でもない星に島流し状態でも住めば都ってやつさ。スパロー、少しは空気を読め。ボルトハンターが喋り方こんなんだったっけ。ラウス、何言ってやがんだ。お前の方こそお呼びじゃないぜ。いいか、マスターもお前にイラッとしてるはずだ。次にトイレが壊れた時がお前の最後かもしれないぞ。トイレになるなら本望だ。トイレは超重要だ。ぶっ飛んでんな。しかも案内してくれないんかい。お、お、おう、おう。遅かったな、ボルトハンター。さあ、宇宙を救うぞ。なんだ、想像よりも。タイフォンデレオン、伝説のボルトハンター。おお、すげえ。なんでそれ、どうなってんの。その役へ。よく来たな。何かと大変だったろ。こいつはここまで来たダチンだ。あ、なに、なに、ほう、なにそれ。うん、おお、イエーイ。いや、白武器が、白いザコみたいなのが出てきて。その銃欲しい。その銃が欲しい。こいつを撃つにはエリジウムが必要だ。持ってるなら銃の1丁や2丁、いつでも作ってやるぞ。よーし、行こう。今は見せたいものがある。こっちだ。なあ、ちょマジか、エリジウムを使う時に来たよ。私はボルトハンターをマシンのところへ連れて行く。マリワンだろうが何だろうが絶対通すなよ。じゃ、一丁いいとこ見せないとな。これ全部開けてんじゃん、こっち。何もねえ。このレーザーウィップが便利でな。おかげでこの年でもやっていけてる。それにムチはかっこいいしな。レーザーもだ。なんかそこら中から声聞こえるけど大丈夫。これ自分のところに。おお、ずる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 。早い。パンドラが惑星サイズのボルトだったらもう理解してる。もう顔上がってるから出るようになっちゃった。グレートボルトとか呼んでた。で、連中は大昔、そこにデストロイヤーという超次元の怪物をどうにかして詰め込んだんだ。エレディアンは怪物を封印するために文明を丸ごと犠牲にした。まったく賢いエイリアンだ。しかもイカれた誰かがデストロイヤーを解放した時に備えてバックアップを用意してた。すごいね、じゃあ頑張ってくれたんだね。あれが解放されたら、デストロイヤーって名前は伊達じゃない。やっべえのが出てくるんだろうな。この扉の先には古代エリディアンのアストロキネティックボルトパワードフェイズエンジンとかってのがある。私は単にマシンって呼んでるから。それにしても小粋じゃないか。それにこの色、いい趣味だと思わんか。このマシンは最初にデストロイヤーを封印したもので再利用できる。だが中に入るには4つのボルトの鍵が必要だ。3つあと1つねえな。まあね。どうやる。エリジウムを支払うって出てきたんだけど。え、ほんまや。行くよ。はい。はーい。いくら支払った俺。
雑魚みたいなブチ出たやぞお前。393円だ。無言で。はいはいはい、まあ、とりあえず3つ置いて、今日はここまでだ。はい、じゃあとりあえず。なんだお前、エリチューブ支払う意味あったのか。残る鍵は1つ。たまに出てくるでしょ。ありかは分かってる。とはいえちょいと面倒だぞ。まあ簡単じゃなくても構わんだろ。なんせお前さんはボルトハンターだからな。こっちの後ろ側とか見てやったらこう下落ちてくるじゃん。何じゃやった？俺やってないよ。え？じゃあ誰がやったの？雑魚いいのが出てきたよ、またありがとう、レベル上がったわ。おお、まあ、ミッションの報酬だ。ネクロタフィアの秘密を守ろうとしたが土台無理な話だったな。最後の鍵を手に入れるんだ。ボルトの近くに隠してある。ボルト川へ渡る橋がある。行ってマリバンを蹴散らしてやれ。だとさ。はいよ。じゃ最後もう一個。バカ、その方向で撃ったら危な。ゴミしか出てねえもんな。ゴミしか出ないね。まゴミだね。はい、何なんだよ、勘弁してくれよ。本当に期待はしたけど音じゃ。じゃねえか、そいつはゴミだ本当に。はい、ということで今回ここまで。はい、いやーもうそろそろじゃない、これもう。そうね、そろそろですよね。そんな感じしてきたけどね。はい、この武器があれば全然もう敵なんていないですから。いやマジ信じられないスピードで解けたから。ああね、ネームドが出てきてうわーって言ってたのに。この銃ぐちゃぐちゃしてるさ、機長が。何それ、うーわ、まあ、血がずっと出てんだろうね。そうね。何それ、なんか金武器なの？それいらねって捨てたやつ。そう、俺がいらねって言って捨てたやつ。一応これで殴って殴った後に撃つとめっちゃダメージ上がるらしい。ああ、そうなんだ。もう近接ビルドはもう時代遅れですか。時代遅れ。はい、ということで次回も楽しみに。ほんじゃまたなー。またなー。またねー。